アンソニー・エドワード・カンパーナは、アメリカ合衆国オハイオ州、ケッタリング出身のプロ野球選手。左投げ左打。メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズ所属。2008年の MLB ドラフト13巡目で、シカゴ・カブスから指名を受け、プロ入り。2011年5月17日のシンシナ・ティレッツ戦で、メジャーデビュー。5月30日のヒューストン・アストロズ戦では1試合。 4盗塁、8月5日のレッツ戦では、メジャー初本塁打を、ランニング本塁打で飾るなど、セールスポイントの快速を随所で見せる場面が目立ち、最終的に95試合に出場して24盗塁を記録した。2012年も控えながら89試合に出場して30盗塁を記録した。2013年2月18日に、ヘスカスティーをエリック・リールとのトレードで、 アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2014年7月5日に、上位クレイビエル、ザック、ボーンステインとのトレードで、ジョーサッチャーと共にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。9月2日に、セプテンバー・コール・アップで、メジャーに再昇格した。オフに、FA となった。2014年11月29日に、シカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、 2015年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、2015年3月4日に自由契約となった。2015年8月10日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2016年2月15日、ナショナルズとマイナー契約で再契約し、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年4月20日に、独立リーグアメリカンアソシエーションのスーシティエクスプローラーズと契約。2018年2月27日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメント契約した。2019年もレールロードメント契約。6月25日にトレードでモンテレ・ーサルタンズニー席。常時出場なら、 トール用争いにも参戦できるほどの快速が武器。少年時代にホジキンリンパ腫の治療を行っており、2011年には難病や逆境を克服した選手に贈られるといい、コニグリアロ賞を受賞した。ありがとうございます。